やかに参ります。我が身を盾とせん。ダッキの関係により一時は清盛、卑弥呼をオロチの元に行かせるために時間稼ぎをするつもりか。所詮はオロチのしもべということか。毛徳の手を借りるまでもないな。清盛、さっさと道を開けろ。さもなくは俺の刀の錆にしてくれる。清盛ごときに邪魔をさせん。宗主公剣山、わしも行こう。敵将討ち取った敵将討ち取った。愚かな、まんまと罠にかかりおって。威勢は良いが、所詮ヒップの猶予。よしおって、追いついてくれる。妖魔が真骨頂、ゆるりと堪能してもらおうか。敵に背を向ける者はわしが斬る。波動の戦、この信長も興じようぞ。全軍進め。道を阻む者根絶やしにせよ。毛徳が発した檄文は信長をも動かしたか。一刻を争う戦だ。連携して猛攻をかけるぞ。どんだけ倒してもキリがねえ。また妖魔お得意の手品か。奴らを撃破しつつ術者を探すのだ。鬼柴田が若造にこき使われている。行くぞ。待ってくれ、降参だ。よかろう、信長に尽くせ。あ、また出た。助けてくれ。兵どもが浮き足立っておる。急ぎ、術者とやらを見つけ出さねば。これでは収拾がつかねえ。術者はいずこじゃ。
し出さねば卑弥呼とやら逃してしまうわ。命はいらん。その術をもらおう。清盛に任せておっては心もとない。渦どもはわしがまとめて始末してくれるわ。クズは貴様だろうが、面倒だが捨ておけぬか。お待ちかね、孫悟空様の登場だ。さてと、今日は誰が相手をしてくれるんだ。敵将
打ち取った。許す。我が命に従え。関東で完全に復活したというに、信長と杯など交わしている場合か。交わしたのは杯のみでない、オロチ打倒の決意もまた交わされていた。その決意はもう形となっておる。大殿も曹操殿もすでにおらぬわ。毛徳、味な真似をしよって、必ず決着をつけてこい。ダッキー、確かに曹操は恐ろしい。仙人にも妖魔にも御せぬ男よ。奴の目指す波動はとてつもなく大きい。配下も民も
全てのものを包み込む。だが故に曹操は暴走せぬ。己の道の重さを熟知しているからな。オロチ、貴様の望みは貴様一人のもの。その時点で勝負はすでについている。